目黒区にある里桜美術館で今、涼、夏を楽しむ現代日本画展が開かれています。これは里桜美術館に収蔵されている現代日本画家の作品およそ1000点の中から、夏を楽しみつつ涼を感じられる作品に着目したものです。本展は涼を楽しみいただける展覧会としまして、夏の風物詩であるハス、アサガオなど自然の中で見られる涼やかな情景や、お祭りや浴衣、金魚などの夏の風情を楽しみいただける展示構成となっております。展示されているのは現代日本画家26人の作品45点です。こちらは渡辺信義先生のレンチという作品です。いくつかハスの花が咲いておりますが、特に中心のものが一番開いており、夏の涼やかな印象を受けるような作品です。こちらは村田博樹先生の光の記憶という作品の5点を展示しております。もともと5つまとめて制作されたわけではありませんが、それぞれ夏の光を描いた作品として光の記憶と題されました。この展覧会は9月8日まで開催されています。会期中、着物や浴衣を着てご来館されたお客様には入館料から100円割引いたします。現代日本画家が描く涼やかな情景をお楽しみください。